き放した2番アイワルビリーブデビュー勝ちのゴール、2着4番ブラックパイ、最後に足を伸ばした6番ララコンピアン3着。ちょうどいいこう対抗で重さもなくて幅もあって、すごいまとまりがあるパーツさんだなと思いました。筋肉もあって状態はすごい。ハーツなんでちょっと長めの距離、早い時から使えると思います。やっぱりオークスとか周回賞とかを狙っていきたいかなと思います。